いただきます。はい。いつも私はスープが具沢山すぎて汁がないぞみたいな感じになってしまいます。おいしい。いろんなものを入れたので味が結構複雑で美味しいです。うちに何種類か豆があるんですけど、何があるかな。今日使ったレンズ豆とひよこ豆とレッドキドニービーンがありますが、レンズ豆だけは一晩水につけておくとか必要なくて、あ、今日入れようと思ったらささっと水で洗ったらもうすぐに入れられるので、そういう点ですごく便利かなと思います。ここ2週間ほどスープよく作ってます。理由はお正月を脱却したいからです。皆さんはお正月、とっくに終わってますけど、年末年始のなんかこうだらだら過ごして家の中にいて、テレビよく見る人ならテレビ見てゲームして漫画読んで、ね、お菓子食べてみたいなの、あとお酒も飲む人だと、そういう年末年始感って学校とか会社とか始まったらスパッと切れてますか？私は学校会社がないから余計かもしれないんですけど、おせちは三が日ぐらいで食べきったんですけど、その後も特にお菓子を食べる罪悪感みたいなのがもうなんかシュポーンとどっかに行ってしまっていて、だからティータイムはうち習慣になってるんです。夫が家で仕事している日が多いということもあって、もうちょっと体伸ばして一息つくためにティータイムっていうのを3時から4時ぐらいでだいたいやってるんですが、その時にはちょっとしたおやつを食べたりします。もう少ない時だとビターチョコレートを一かけだけ食べながらコーヒーとか、その程度だと多分ビターチョコだとカロリー的にもそんな大したことない、脂質もそんな大したことないと思うんですけども、夜なんか映画とかちょっとテレビ番組とかを見ながらおやつ食べるみたいなのがお正月からなかなかスパッとやめられずにいます。そんなになんていうか厳しいダイエットとかしているわけではないので、3時のちょこっとしたおやつ、お茶受け程度のものであればよしと私はしていまして、だからそっちは問題ないんですけど、夜にもなんかポテトチップスとかそういうなんかより悪いものを、しかもより悪い夜の時間帯とかにむしゃむしゃ食べたりするのが止まらないなと思って、なんかこう出かけた帰り道とかにポテトチップス買って帰ろうかみたいなそういうのが
罪悪感がなくなってしまってるんです。そうだね、いいねって言って買って帰ってむしゃむしゃ食べるみたいな。ちょっといろいろお正月微妙に引きずっているなと思うところもあるので、まあ食事こうすごく健康的だな、体にいいなと実感できるような食事を食べてですね、お腹いっぱいにするっていうことをまずしたいっていうのと、あと歩くウォーキング1日5000歩を目標に歩くようにしています。まあ5000歩ってだいたい時間で50分ぐらいかかるかなと思うんですけれども、買い物に行くついでにまあいつもならお店にシュッて行くところをぐわーっと回って買い物して帰ってくるってやったりしています。あと早起き、2024年の目標にも挙げたこのあたりですね。まあできる日もあればちょっとサボっちゃう日もあったりっていう感じなんですが、それでもやろうという意識はちゃんと残っている感じあります。なんかもう三日坊主で全部忘れちゃってもういいやってポイってなってるんじゃなくて、あー今日できなかったなとせめて思う明日頑張ろうってせめて考えるっていうことをしていると、まあ、早起きで言うと3日に2日ぐらいはちゃんと7時にスパッと起きられてますし、ウォーキングも3日に2日ぐらいかな、3分の2ぐらいできてるかなと思います。あとは胃袋を、まあ、落ち着かせていくっていうことをやっていきたいと思っているんです。そんなわけでスープ最近よく作っています。やっぱり野菜がたっぷりっていうのもありますし、作り置きができるっていうメリットもあります。うちの鍋いっぱい作るとだいたい2人で食べても2食は少なくともいけますし、プラス私が1人で食べたりとかで、まあ、5人前くらいは優にあるので、こう結構たっぷりの量を食べてます。あとあったかいものがお腹に入るとすごく満足感満腹感があるなというのは感じています。皆さんいかがでしょうか。お正月の胃袋リセットできてますか。美味しい。この皮剥いているのは、羊羹の皮ティーを作るために剥いたからなんです。これぐらいの大きさに切って干しておくと、ハーブティーみたいにお湯に入れて飲むとすごく美味しいんです。羊羹の季節には必ず仕込んでいます。おすすめ。お茶として考えるとめちゃくちゃ安いです。このイオカン1個から50枚くらいは取れるので50杯飲めるんです。すっごい美味しいし、節約のためにお茶とかと差し替えてもらうのもいいかもしれないし、もう節約とか関係なくとにかく美味しいから飲んでほしい。お湯でも出ますし、夏は私水に入れて、まあ少し時間を置いてから飲んだりもしています。年中イオカン食べたらイオカン食べたらお散歩行きます。
今日のトゥードゥーリストに書いてあったことはこれで全部終わりました。今年の目標に挙げていた早起きできたし、散歩もしたし、ちゃんと5000歩以上行ったはず。それから読書今からしますまだこれ読んでいます。全然進んでないんですけれども、ポテトチップスの歴史で、今湖池屋が出てきてるあたりを読んでいます。日本のポテトチップスとしてはなんとカルビーより湖池屋の方がずっと先だったみたいです。カルビーはまだ全然影も形も出てきてない、そんなところを今読んでいます。では。Thank you.